ボーダホン 904SH 及び、後のソフトバンク 904SH は、シャープが開発し、当初は、ボーダホン日本法人、その後は、ソフトバンクモバイルが販売する WCDMA、通信方式のボーダホン 3G サービスを、利用可能な携帯電話端末。VGA 液晶を搭載して2006年4月15日、発売。 ソフトバンクロゴの新色も2006年9月23日に発売されている。新機能を5つ追加していることもあって、究極の全部入りとも呼ばれている。特に、ドットピッチが0.028、0.084ミリ、精細度は印刷物並みの 332P にも、上る世界初の2.4インチ v g a 液晶を搭載したメインディスプレイの表現力は圧倒的である。 ボーダホンライブ、ナビでの地図表示時には、より細かい情報表示が可能となっている。カメラの方も3.2メガピクセル AF、高額2倍ズーム対応と 903SH と、同様の機能を搭載しているが、さらに 904SH では、手ブレ補正機能も搭載している。さらに前述の VGA 液晶を搭載しているだけ、あって、より美しい表示が可能である。また、 カメラやナビを除いても、フォントをはじめとする、ほぼすべての GUI で VGA の精密、かつ高精細なものが使われている。全部入り端末のためか、現在のソフトバンクモバイルの全機種の中では新機種を含めても 151g と、最も重量級である。顔認証機能やソフトウェア更新といったサービスにも、ソフトバンクモバイルの端末では、初搭載。 以前のボーダホン 3G は世界共通のユーザーインターフェースを採用していたがかなり不評であった。そのためこの機種では PDC のものにかなり近いインターフェースを採用している。また今まで動作のもたつきが多いとされていた 3G 機種だが今機種ではかなりの動作スピードアップが図られている。回転二軸形状の携帯電話では サブディスプレイがない傾向が高く、全機種のボーダホン 903SH でも実際に廃止された。しかしこの機種では、モノクロ液晶タイプのサブディスプレイを搭載している。これにより閉じている状態でも、電波状況や時間、不在着信などが確認できる。液晶のため常時点灯が可能。ボーダホンライブ、ナビ起動時に時刻の自動修正を行う。この機種以降、 シャープ製のハイエンド端末では、モーションコントロールセンサーや、国際ローミング、GPS、ステレオスピーカー、インカメラ等が省略される傾向にあり、これらの機能をすべて搭載しているのは現在この機種と 932SH のみになっている。同期モデルの 905SH とともに、プリインストールのアプリが増えたのもこの機種からである。またこの機種のキーバックライトは青色である。 これらは本端末からオンラインでソフトウェア更新することにより解消される。ただし、3G 端末のみ。X シリーズを含めるとソフトバンクモバイルの全機種の中では、X、XLHT が 198g と最も重量級である。ありがとうございます。